What's up, t h a joe? 英会話スクール、英語で、す。ダイエットを休む日。英語では、チーって。一週間節制して、我慢して、ダイエットをしてきた体にしてきて、このチートするということは、ずるをするという意味です。ダイエットをお休みして、好きなものを食べたり、少し多めに食べたりする日、例文を一緒に練習してみましょう。 チーズバーグを7個も食べている、uh, ?Are you eating 7チーズバーグ ers?、Uh, 今日はダイエットを休む日です。Uh, It's my cheat day. はい。It's my cheat day.Great. ダイエットを休む日。英語では cheat day。ダイエットするとき、特に何が食べたいですか出張英会話レッスンなら、English Partners で検索、オンラインレッスンもやってます。